本日もご視聴ありがとうございます。突飛な行動を繰り返すプッツン女優として有名だった藤谷美和子さん、その美しさと高い演技力、そして抜群の歌唱力で多くのファンを虜にしてきました。そんな彼女ですが、現在全く芸能活動をしていません。ですが藤谷美和子さんの奇怪な行動や現在について様々な目撃情報があるのです。それは一体何なのでしょうか。当チャンネルでは様々な芸能人の知られざるエピソードや物語をまとめて毎日紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップして、ぜひ登録をお願いします。藤谷美和子さんってどんな人？藤谷美和子さんが芸能界入りしたのは1977年、12歳の時にカルビーポテトチップスの CM に例のフレーズが流行って大人気になったことがきっかけでした。そして1978年、日本テレビの学園ドラマ「夕日が丘の総理大臣」に出演したことで人気を集め、1980年には「刑事珍道中」で映画デビューします。藤谷美和子さんは受賞歴もあり、1985年にはエランドール賞新人賞を受賞しました。1984年の前年には「海燕城の奇跡」や「地平線」が公開されて、日本アカデミー賞で優秀主演女優賞を獲得しています。その後も1992年に上映された「女殺し油の地獄」と「寝取られ宗助」で日本アカデミー賞の最優秀助演女優賞を受賞。ブルーリボン賞では助演女優賞、キネマ旬報賞では助演女優賞、毎日映画コンクールでは女優主演賞、報知映画賞では助演女優賞をそれぞれ獲得しています。女優さんとしても独特の個性と輝きを放っていました。そしてご存知の方も多いであろう「愛が生まれた日」で1994年に歌手デビューされます。こちらの曲はミリオンセラーとなる大ヒットで、この曲で第45回 NHK 紅白歌合戦にも出場されました。そして愛が生まれた日は132万枚以上の売り上げを記録し、日本ゴールドディスク賞も受賞されています。こんな輝かしい経歴をお持ちの藤谷美和子さんですが、現在では奇怪な行動をとるようになってしまったんだとか。藤谷美和子さんの事務所は吉本だった？プッツン女優として有名だった藤谷美和子さんですが、実は所属していた事務所は吉本だったんだとか。吉本といえばお笑い芸人が所属しているというイメージが強いと思われますが、意外と有名な俳優さんや女優さんが数多く所属されています。吉本には多くの芸能人が所属していることもあり、トラブルもそれ相応に発生しているとのこと。そんな事務所だったからこそ藤谷美和子さんの奔放な行動も受け入れてくれていたんでしょうね。再び復帰することがあれば間違いなく受け皿になってくれると思います。藤谷美和子さんの世間からの評判は、素晴らしい歌唱力でファンを魅了してきた藤谷美和子さんですが、現在の世間からの評判は一体どんなものなのでしょうか。当時はとてもファンでいつも応援していました。可愛らしい容姿もそうですが、それ以上に歌がとても上手かったです。歌も演技も素晴らしく、才能にあふれた女優さんだと思います。またテレビで見られるのを期待したいです。最近では病気に苦しんでいると聞くので心配です。もうテレビで見られないと思うととても残念です。自由奔放で元気な人というイメージがありますが、現在は病気なようで信じられません。早く良くなることを願っています。現在は病に悩まされている藤谷美和子さんですが、当時のファンの方たちは今でも復帰されることを待ち望んでいるようですね。いつか元気な姿を見せてくれることを期待します。藤谷美和子さんの奇怪な行動、この情報はフライデーでキャッチされたものですが、神奈川県小田原市でそれは目撃されました。そこで見た藤谷美和子さんというのが、もはや別人という変わり果てた姿だったというわけなんです。その姿というのが、数年前から軽い笑みを浮かべながら小田原市内を徘徊している姿。
この徘徊行動では毎日午後5時になると小田原の駅前に必ず出没するという決まったコースを徘徊しているのだとか。しかもこの徘徊するスピードもかなりのもののようで、近隣住民からの目撃情報もかなりあるようです。そして徘徊行動の中には、汚れていた野良猫をきれいにするためにペットボトルで水をかけていたり、キャリーバッグを引きながら街を歩いているところが目撃されていました。そしてもう一つの不可解な行動として、フライデーにもあったようなんですが、皇居問題があります。それは2003年に起こったことなんですが、皇居坂下門にタクシーで乗りつけて開門を訴えたのだとか。その時に言った言葉が、のりのみや様は私の妹、お会いしてお手紙を渡したいのです、とこんな言葉を口にしたそうですね。こんな皇居問題を起こしたがために、実は皇族なんて噂も出ているようなんですが、皇族との関係性は全くありません。そもそも皇居問題や小田原での徘徊行動といった不可解な行動が目立つようになったのはなぜなのでしょう。おそらく何かしらのきっかけがあったと思うんですが、その詳しいことは分かっていません。藤谷美和子さんの病とは、これまで皇居侵入問題といった不可解な行動と小田原での徘徊行動には、すべて何らかの病気が原因ではないかと言われていました。その病気の一つと言われているのが、精神病の一種である統合失調症なんだとか。統合失調症とは、思考、視覚、感情、言語、自己の感覚、行動における他者との歪みによって特徴づけられる症状を持つ精神障害の一つです。そしてその原因は生活上のストレスがほとんどのようで、夫である岡村俊一さんは、藤谷美和子さんが重いうつ病状態であることを説明されることもありました。彼女が普通に仕事ができたのは10年以上前までで、今は更年期障害に伴う心身の不調で仕事ができない状態です。芸能界復帰の可能性は、現在は芸能活動を中止せざるを得ない状態です。この病気に対して適切な処置や対処をしているかも気になるのですが、ただフライデーなど週刊誌で報じられた内容にはこんな言葉を残していました。女優としては昔のような作品には出たいけど、今は出たいと思う作品がない。印税が自分にちゃんと入って納得できる作品なら出たいです。藤谷美和子さんが病気と戦いながらもこんな言葉を残しているということは、まだ諦めていないということかもしれませんね。もう一度メディアで見られることを楽しみにしています。皆さんはどう思われましたか？感想をぜひコメント欄に書き込んでください。これからも世間ではなかなか知られていない芸能人のエピソードや物語を投稿してまいりますので、見逃さないようぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。